2024年5月6日本日のお出かけ、毎度おなじみ絵日記動画でございます。今日はコインランドリーに行きながら昼食を食べに行きます。早いものでゴールデンウィークも今日で終わりですね。明日から仕事ですね。コインランドリーに到着です。こちらのコインランドリーを利用します。40分乾燥です。乾燥を待っている間に昼食を食べに行きます。行くところは決まっています。4月にオープンした新店です。山形県庄内町余目土堤下ギャラリー温泉町、併設店舗ヌードルキチャンガナース、食券制、ボンゴレロッソ、余ったスープに投入して食べるチーズ追い飯、ごちそうさまでした。洗濯物を回収しに戻ります。洗濯物を回収中、回収終わりました。さて晩ご飯のおかずを買いに行きます。しかしここのコインランドリーは24時間営業なのはありがたいけどちょっと出にくいような。スーパーに到着です。山沢丸目店で晩ご飯の買い物中、本日予定していたのは以上になります。コロナ後遺症で咳まだ出ますがだいぶ収まりましたね。先月22日に家族がコロナ感染して以降仕事休んでいたからな。明日からの仕事行けることを願いつつお出かけ終了です。